みなさんこんにちは、なにわチャンネルです。お願いします。はい、今日はですね、僕今日一人なんですけど、今日はあのスペシャルゲストの方に今日は来ていただきます。ちょっと早速お呼びしたいと思うんですけど、テンソングの高坊さんです。お願いします。どうもよろしくお願いします。お願いします。前回自分 の、 あの4月の RWS の千葉大会の時にお越しいただいて応援していただいたんですけど、最高の試合見て、ありがとうございます。企画をまだ聞いてないんですけど、これも多分秒の感覚はある方だと思います。タイトルマッチやります、ね、そうです、タイトルマッチやりましょう。ゼロゼロの、はい、10秒誰がどうやって測りますか。俺はでも10秒だったら、普通にこうこれちょっとリズムでちょっといきます。僕も、はい、わかりました。じゃあいきます。はい、よーい、スタート。さあ、これいい、絶対絶対いいっす。結果10秒78です。あー、なんとも言えない。これくらいか。あ、ほんとっすか。僕もビタ止めで、はい、ビタ止めで、どんな感じで10秒とリズムで、リズムでいきますか。ちょっといつもだったら多分4つ打ちって言って、はい、こうなってるんですよ。僕ちょっと2倍刻みでいかさせて。2倍刻みで、おお、テンポが速いですね。僕がスタートいっちゃっていいですか。はい、いただきます。よーい、スタート。おお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 はい。20秒86です。すごいと思います。すごいと思います。すごい。ちょっと遅れてね。じゃあ結構いい感じ。いや、マジで良かったと思います。え、でも多分ジャストはなかったですけど、でも多分20秒、多分5とか4ぐらいだと思います。マジですか？多分編集でチェックできると思います。はい。いや、マジすごいです。ありがとうございます。これプレッシャーこのゲームでこんなプレッシャー感じると思わなかった。お、いいっすね。そういう、そういうのいいっすね。一、一、一。いや、もう絶対勝つ。普通に頭の中でこうやってやった方が早い。じゃあ、そうそう、いきますか。はい。はい、それでは、いきます。よーい、スタート。そう。あ、めちゃくちゃ僕が遅れた。でも、ごめんなさい。
めちゃくちゃ遅れたんですけど、逆に20分。あ、めちゃくちゃ遅れたけど。めちゃくちゃ。ちょっと待って、これ悪くないんじゃないですか、これ。これ、もしかしたらビタだったかもしれないですね。ちょっとまあ、30、ちょっと長くなってるんで。30か。応援作戦でいきます。はい。はい、じゃあ、いきます。3ラウンド目。はい。よーい、スタート。今ピッタリ合わせたんで、これは勝てるぞ。よし、これ多分32秒じゃないですか、多分なんか10、やっぱ10後半ぐらいからわけわかんなくなる。普通にわけわかんないです。じゃあいきます。30秒で、はい、よーい、スタートで押すんで、はい、いきます。よーい、スタート。32秒2。おお、勝ちっすよね、さすがに勝ち。30秒って難しい。めっちゃ難しいか。え、なんか僅差すぎて。確かにあれだけど、感覚が似てるってことじゃないですか。うん、いや、もっと狂うかなと思った企画なんですけど、狂うかなと思います。45秒いきません。視聴者さんがどれぐらい取るか気になるんですよね。そうですね、はい、あ、じゃあコメントで、そうですね、教えてもらいたい。30秒測ってもらって、はい、そうですね、結構長いと狂い出すんで、狂うと、ね、狂うのとどうしていいか分かんなくなって、この沈黙が耐えられなくなってくる。確かに。っていう感じですね、はい、はい、45秒は変な記憶が出そうな。2人ともすごいね。終わっておきましょうか。ということで、まあ、ストップウォッチ、タイマーの、はい、タイマーでストップウォッチ、体内時計チャレンジでは、まあね、はい、おかげだったということで、ちょっと優劣をつけずにちょっと終わってしまったので、まあ、何かの機会でちょっと勝負できたらよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、テンソングさんの公式のYouTube チャンネルでも自分お話しさせていただいているので、はい、でその中でちょっとすごい大きなコラボが発表されると思いますので、はい、ぜひそちらのチャンネルも注目していただければ嬉しいです。ぜひともお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ということで、以上はなにわいチャンネルでした。チャンネル登録の高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。